ここは冷えますね。異界に近いからな。あそこはどんな季節だろうが底冷えする。その体で寒さが分かんのか。なめんなよ。これでも特注品だ。五感はそれなりに機能してる。それなりね。あなたは博士の遠縁だと言っていましたね。東の果ての里からやってきたと。ですが中津国全体が滅びに瀕している状況です。あなたのような戦力を里が事情もなく手放すとは思えません。よければ聞かせていただけませんか。あなたがマホロバに来た理由を。横浜から。俺もこいつも本当のところはよく分かってねえのさ。分かってるのはこいつがこの間まで横浜で戦ってたってことだけだ。博士はそれを10年前の大曲どき横浜防衛戦だと言っていた。つまりこいつは10年の時間を飛び越えてここに来ちまったのさ。は？冗談だろ。それが冗談じゃねえのさ。横浜で気絶して目覚めりゃまほろばだ。ついでに記憶喪失ときた。横浜以前のことは覚えてねえらしい。申し訳ありません。そんな事情とは思いませんでした。何か身元の手がかりになるものは。霊山の軍師供養ってのが部隊の指揮官だったってことは分かってる。つってもすぐに会える相手でもね。しばらくは後回しだな。そうですか。では大曲どき以降世界がどうなったかは知っていますか。せめてそれだけでも教えましょう。10年前の大曲どきでこの世界は大きく変わりました。鬼が世界にあふれ大半の人々は殺されてしまいました。明治政府は倒れ今ではモノノフが唯一の統治機関です。霊山を頂点に複数の里でわずかに残った人の勢力圏を守っているのが、その勢力圏を私たちは中津国と呼んでいます。他に詳しく知りたいことはありますか。他に詳しく知りたいことはありますか。他に詳しく知りたいことはありますか。他に詳しく知りたいことは。以上がこの10年間に起きたことです。あなたには辛い話かもしれませんが。別にいいじゃねえか。ホムラ？まだ生きてんだろ。なら何も終わっちゃいねえ。10年経っても喧嘩は続いてる。ここも横浜も大して変わりゃしねえ。記憶をなくした？上等じゃねえか。仕切り直しだ。喧嘩は最後に勝ちゃいいんだよ。勝ち目がねえほど喧嘩は面白え。てめえもそう思うだろ。話がわかるじゃねえか。不器用な励ましですね、ホムラ。ざっけんなよ。誰が励ましなんざするかよ。素直じゃねえ野郎だ。もっとも言ったことは間違っちゃいねえ。お前は里のモノノフになった。ここが始まりだ。鬼との戦いのな。共に戦ってくれますか。ありがとう。んじゃ俺は寝るぜ。火の後始末よろしくな新入り。オムラ、皆任務で疲れています。後始末はあなたがやってください。日頃不真面目な罰です。はあ、俺が何したっつうんだよ。身に覚えがないと。ざまめえな。時継ぐ、あなたも一緒にお願いします。
人では危険ですから。って俺もかよ。ご愁傷さん。じゃ、しっかりな。どういうことですか？共に行こう。これでいいだろう。おいおい、
嫌な予感しかしねえぞ。そういうことでよろしく頼むぜ。こんにちは。何かご用かな？おや、君は。紅月君から報告を受けている。明石の儀に合格おめでとう。とても優秀な成績だ。紅月君が褒めていたよ。彼女は里で最強だ。誇るといい。本部を代表して新たな仲間を歓迎しよう。まほろばの里にようこそ。私は和江、ここの事務官をしている。本部では鬼の情報を集約して個々のもののふに討伐依頼を出している。今後は君にもお願いすることになるだろう。ただ無理は禁物だ。顔を知り己を知らば百戦危うからず。任務の内容に実力が追いついているかよく考えてから受けることだ。それと次の決まりがある。日頃気をつけてくれ。一つ、職務をおろそかにするべからず。一つ、物の不動し争うべからず。一つ、神垣の御子を軽んずべからず。最後に、お頭に背くべからず。最後のは今は無効だね。お頭は2年前に亡くなってしまった。里には必ず指導者たるお頭がいるものだが、まほろばでは空席のままだ。いろいろ複雑な事情があってね。しかし近々お頭選議がある。里の全員で新しいお頭を選ぶんだ。君も誰に票を入れるか考えておくといい。近衛の隊長八雲と侍の隊長東野が候補だ。本当はもう一人立候補してほしい人物がいるが。すまない、余計なことを言ったな。最後に一つ気をつけてほしいことがある。行動限界だ。鬼の住む異界には正気という毒が満ちている。これを一度に取り込みすぎると死ぬ。正常な場所にいれば排出されるから、危険を感じたらすぐに里に戻ってくれ。長居は無用だ。いいね。他に困ったことがあったら相談を。モノノフを支えるのが私たちの仕事だ。ではこれから何時に英雄の導きがあらんことを。いらっしゃい。
これからも腕を磨いていきます。モノノフの使命を果たします。おいおい、行きましょう。勝利卑怯の戦。ぼちぼち行くか。
マホロバはこの近辺では最大規模の里です。西の守りの要、責任重大ですね。お出迎えしてやるぜ。良い勝利だ。技ありだぜ。あばよ、クソ鬼野郎。ざっとこんなもんだな。腹減ったぜ。さっさと帰ろうぜ。しかしこの里には暴力を。面白い冗談ですね、ホムラ。
丸裸、勝負を決めます。良い勝利だ。永遠に眠りなさい。お様も機内も侍もこの絵も俺たちみてえなはぐれもんには関係ねえわな。まだ見つからないのか。はあ、申し訳ありません。捜索範囲があまりにも広く。愚か者どもめ、深追いするなと厳命したはずだぞ。何揉めてんだ。ヤクモ、何かあったのですか。紅月か。この絵の一体が異界から戻らない。大型鬼を追尾中だったらしい。おそらくやられたな。貴様、言葉を慎めよ。現実を直視したくないならそれで構わん。どの道侍もこの絵も異界の捜索で正気を取り込みすぎた。行動限界だ。これ以上の捜索は不可能。自力で戻ってくるのを期待するんだな。コクつぶしが。所詮戸様は戸様、下船の血は隠せんと見える。言いたいことはそれだけか。おい、本気かバカども。おー、面白い。俺も混ぜろよ。双方引いてください。あなたたちは鬼と戦う者の負のはず。過去にどのような因縁があろうと協力し合うのが役上です。自ら立てた誓いに背く、それが誇り高きモノノフの道ですか。何のつもりだ、東のモノノフよ。なんだと。なるほど、いい考えです。私たちで救援に向かいましょう。おいおい、俺らが探すのかよ。悪かねえ考えだが、異界は広大だ。俺たちだけじゃ時間がかかりすぎるぜ。その点は心配するな。貴様は魔女。出たな地獄耳。鬼の痕跡をたどる手段がある。全域を捜索せずとも部隊を発見できるはずだ。部隊が消息を絶った場所はわかるか。暗の領域の遺跡の近くだ。連絡要員を残して消えた。ならそこから痕跡をたどればいい。現場指揮はお前が取れ。鬼の手の扱いに最も長けているのはお前だ。鬼の手を使って痕跡をたどる。通信で指示を出すからその通りに行動しろ。時間が惜しい。すぐにでも取り掛かるぞ。大した物好きだな。お前を魔女と呼ぶ相手をなぜ助ける。
私の目的は鬼に勝つことだ。人間相手に争っている暇などない。お前は正しい。だが全ての者がそう考えるとは限らない。戻るぞ。信用できんな、東の者の府よ。貴様はまだ里の者の府ですらな。いいえ、役もすでに証の儀は終えました。この者はもう立派な里の者の府です。信じ。いいだろう、貴様を信じるぞ。からくり使い、決して魔女を頼るわけではない。そのことを明記しておけ。どちらでも構わんさ、目的を達成できればな。西の監視小屋付近に異界への入り口がある。そこから暗の領域の遺跡を目指せ。あとは私が通信で指示する。よし、しっかりな、からくり使い諸君。じゃ、いらっしゃい。いらっしゃい。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。向かいましょうか。
今のうちにやっちまえ。最高。本体だけだな。覚悟しな。いらっしゃい。行きましょう。よし、監視小屋だな。西側に門が見えんだろ。それが異界への入り口だ。地図で目的地を確認しておくんだな。
かしこの里には暴力女しかいねえよな。面白い冗談ですね、ホムラ。